ロキルのみんなのハートを燃やす赤色担当のザクロユアンです。12月24日来ないといたずらしちゃうぞ。かわいい、かわいい。ユアンって呼んでください。ユアンって呼んでください。ユアンって呼んでください。せーの、ユアン。始めた。はい、とろけるおまんまミルキーグリーン担当のピドリムはじめです。で、私の場合ははじめロリンってやるんで、みんなうわーって言ってください。いきますよ、はじめロリン。はい、お願いします。私は11月15日が誕生日なので、お祝いしてくれない人みんな呪います。はい、それではせーのっていうので、しゅうちゃんってやってください。せーの、しゅうちゃん。これやりたかった。はい、こんにちは。癒しの愛嬌シンデレラ水色さんと、リムジンで迎えに来てくれないといたずらしちゃうぞ、赤うららです。って言ったら、うらこって言ってください。いいですか、いきますよ、せーの、うらこ。ございます。次、あっちゃん。はい、ロロキルの恋する桃色担当、緑灰くれなきゃいたずらしちゃうぞ、こももあすかです。みんなであすかってやってください。せーの、あすか。ございます。やっためちゃめちゃたくさんいるね。そうですね。では今日ハロウィンイベントということなので、みんなのハロウィンコスをいじっていきたいかなと思います。まずロロキルちゃんから。そう、メンバーからね。そうね、アスちゃんは、これは何、チャイナかな。チャイナ、かわいいね。チャイナ、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 いや、え、ではないです。いや、でもリンちゃん足が足がちょっと出てるよ。次、しゅうちゃんは、これ白猫かな。そう、白猫にしました。かわいい。はじめちゃんは、はじめちゃんは面から意識しましたね。はい、届いてよかった、本当に。確かになんか、ただ届かないかもって言ってたもんね。そう、だからもう安心安心。ゆうちゃんは赤ずきん。赤ずきん、見てみんな、エロくない。あ、てか後ろ向いてる、後ろ向いてる。みんなどんな衣装を着てるのかな。なんか今日ママなんかお化けいる。お化けいる。あ、メロン。かわいい。なんかまばらですね。かわいい。やんこもいる。やんこもいる。かわいい。かわいい。かわいい。かぶってかぶって。おお。かわいい。でも最近しんちゃん馬やりたいって言ったよ。そう、馬やりたいんよね。いつかかぶりたい。シナモンもいる。いや、なんかもっと緊張するかなって思ったけど、みんな変な格好してるから、ね、大丈夫だった。じゃあそろそろ、はい、そうね、うん、そろそろまでこのね。ではね、あのツイッターでもね告知されてたと思うんですけど、ロロキルちゃんから大切なお知らせがあります。なんだなんだなんだろう。それではね、今日ロロキルちゃんの大切なお知らせはですね、ロロキルちゃん新メンバー加入。めっちゃ盛り上がってる。そしてね、今日ね、なんか新メンちゃんに来ていただいておりますので、皆さんでせーので新メンちゃんって呼んでください。それではいきますよ、せーの、新メンちゃん。では新メンバーに挨拶していただきます。
ロロキルのヒーロー担当になります。レモン雨です。何が欲しい？何が欲しい？何が欲しい？甘いお菓子がたくさん。甘いお菓子。今すぐ買ってください。いや、そうです。あのデビュー前にね、新メンバー加入って結構異例だし、なんかもうロロキル自体が結構ね、だいぶ異例なんです。確かに。デビュー前だいぶ活動しちゃってるとこはそうそうありますけど、そう、6人と、その6人とキマランドプロデューサー含めの7人でこれから頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではね、告知、早速なんですけど、告知しますか。そうですね、そう、新メンバー入ったロロキルちゃんですが、12月24日にデビューライブがあります。やったー、待ち遠しいね。待ち遠しい。お昼の14時スタートなので、カップルの方も多分来れる時間じゃないかなと思うので、絶対来てください。健全健全、ま、みんな予定ないと思うけどね。はい、そしてそのね、デビューライブの手売りチケットを本日の終演後物販の時に売らせていただくので、ぜひみんな買いに来てほしいです。買ってくれた方にはなんとロロキルちゃんとの囲みサメが取れるので、ぜひ初めての囲みサメ絶対ゲットしてください。お願いします。絶対ゲットしてください。嬉しいね。あと、なんだっけ、次の週12月20日にデビューライブがあると思うんですけど、次の週の12月29木曜日に、なんだっけ、平日無線ワンマンライブが決定しております。やったぜひ予定を開けてもらっておいたら助かりますので、よろしくお願いします。絶対開けといてください。お願いします。お願いします。以上だね。そうね、どうですかね。そうですかね。じゃあ、ね、今後もね、ロロキルちゃんですごいいろいろ楽しいこととかね、活動していきたいと思うので、皆さんこれからぜひ応援のほどよろしくお願いします。ではね、そろそろ時間だと思うので、ロロキルちゃん、そんな言われても帰っちゃうよ。それではね、この後のライブもね、まだまだ皆さん声出して楽しんでいってください。それでは以上、私たちロロキルです。